ではではここでお迎えいたしましょう。この方です。どうも皆さんこんばんは。平成の光源氏終わってない声優界の坂本龍馬、神谷のおばす、令和になったらただの人、フリーボイスアクター、安村誠です。そうだった、そうでした、そんなのあったわ。そうでした、そうでした、そうだった、そうだった。はい、というわけでございましてね、はい、令和の、ね、声優界の日野翔平さんとともにね、今日お届けしていきますけど、令和で日野翔平なの、あ、声優界の令和の日野翔平、めんどくさいな。長い、何個あんだよ。初級にも白帯にもなってない。日野翔平白帯。日野翔平の段位なの、段位なの。やっぱ黒ぐらいになんないとやっぱり。やばい、白そのうち日野翔平の竜王とか。やばい、かっこいい。名人とか。名人。名人は多分。まあもちろんやめよう。やめよう。翔平名人やばい。やばい。竜王もよ、なかなかやばい。そうそう、竜王すごい。竜王すごい。まあいいやいやね。一番位高いからね。はい、というわけでございまして、ね、はい、本日はね、あのレギュラーの安村さんと共にお送りしていきますが、はい、やることは鳥海さんお誕生日おめでとうスペシャル。やった。ありがとうございます。5.16 に50歳のお誕生日を迎える50ボーイ鳥さんに何か一言いただけますかと。はい。何かください。半世紀。まいちょっと言いそうだったね。ちょっと言いそうだったけど、いや今ないかなと思って。まあそんな鳥さんに私からお誕生日プレゼント買ってもらいました。はい、出たら。シャンパンなんですけど。出た。出ました。わかりますかこのシャンパン。見てください。よく見てください。ああ、あの方の。そうです。あのカリスマの。あのよしきさんプロデュースのシャンパンを買ってまいりました。ゴールドセイントじゃないですかこれ。金ピカです。物撮りしました。大丈夫ですか。物撮りしてありますか。ぶつ取りした方がいいですよ。ぶつ取りはしないとね。ぶつ取りましょう。よしきシャンパンはね。とりあえずあれはでもまだ封かぶってるのかな。かぶってるかぶってる。ね、だからゴールドですけども。そうそうそう。すごい、はい、開けちゃったらね、あのゴールドの部分少し減っちゃいますから。でもパックとか入ってるんじゃない、金とか。知らないです。あの、俺知識ゼロで買いました。X ジャパンのね、よしきさんがプロデュースしてらっしゃるシャンパンのもしくは、うん、バラですよ。ああ、バラがね、花びらが入ってるから。バラです。バラです。それかまあ透明か、うん、ローズオブペインが入ってるんですか。もしくは V2 が V2 V2 が入ってるの。じゃあ小室さんも入ってるじゃん。おー、すげーぞー、すげーぞこれは、こいつはすげーぞー。なんだっけな、さっき、須崎あやちゃんのツイッターかなんかで、うん、デスクさんがなんかくれたみたいなのに V2 のシングルシーンに書いてあって、の写真が載ってて、背徳の瞳、そう、俺めちゃくちゃ V2 ってつぶやきたかったけど我慢しました。じゃあ彼女よ、あの日愛が始まったんですね。愛が始まったっていう。出会うっていう。やめなさいよ。でスタ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 ってジャケドラムが鳴ってるやつですね。誇張しすぎた小室哲哉やめなさい。最初ねピアノ2人で弾いて走っていくからね、キーボードとあのドラムセットにね。あの日愛が始まったそして大好きじゃん、世代じゃないですか、大好きじゃん、楽しそうじゃない。昔ね、あのまだ若かったでしょ、あの頃我々も友達と地元の仲間とカラオケ行くと、あの訓練としてトレーニングと称してですね、はい、あの X とか V2 とかをひたすらにかけて、はい、その曲と同じスピードでドラムを叩くふりをしなきゃいけなかった。エアードラムを、そうだからクソ速い曲ばっかりじゃないですか、長いし、しかもこうツーバスとかもやんなきゃいけないから、だから汗だくですよ。いやカラオケでね。そうでも俺 V2 のシングル持ってましたからね。ああ、でも持ってます、俺持ってました。俺はなんだ、あんたレンタル CD とかだったかな。うちの姉ちゃんが TM がと X が好きだったんで、はいはいはい、その流れで俺も好きになって、まあ、でも世代はそうだよね、うんうん、でもボトルの色もなかなか、ね、開けたら、うん、なんかちょっと渋い色じゃないですか。しかもさ、これがさ、ネイビーブルーさ、ブルーね、この針金というブルーブラッド、おブルーブラッド、ここにもここにも来てるぞ。ワールドアンセム。もしくは青いバラに染めてですね。やべ、かっけえ、全部かっけえな。なんだろう、やっぱこういうかっこよさなんてダメだよな。うん、じゃあこれ私が先生が開けましょうか、はい、ありがとうございます。じゃあシャンパン開けますね。鳥海さんお誕生日、はい、おめでとうございます。おはようございます。上手、大丈夫か、大丈夫だ、うん、すごいホストクラブみたいな音したね。で俺も思った以上にいい音が鳴って、ちょっと嬉しかったです、ね、すごい音鳴って。あ、
いいね、シュワシュワいってるね、シュワシュワいってるね、これは。これあの僕飲んだことないで、どういう感じなんですかこれって、あの、うん、お店の方に伺ったら、はい、ただ一言、すんごい辛口ですとおっしゃってました。あ、いいじゃないですか、大好きです。すんごいドライなの。ありがとう、ありがとう、ありがとう、いただきますね。ご紹介うん、ルさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。吉木さん、お祝いに使わせていただきます。いただきます。本当だ。あ、美味しい。ドライ。 あ、いいね。これめちゃくちゃうまいじゃん。美味しい。飯食う時最高じゃないですかこれ、ね。うわ、うまい。甘ったるさはない。うん、キレがいい、キレがいい。あれ、うまっ。これうまいぞ。これは V2 寿司でもいいね。ああ、いけるか、いけるか、いける、いける、これは。で、今目の前にちょっとおつまみ群があるんですが、ありがとうございます。こちらのつまみ群、なんとうちのマネージャーの矢部田が鳥海さんへつって買ってきました。振り向いたらいない、いない、もういない。振り向いたら、奴がいない、奴がいない。弊社のマネージャーとともにいなくなってる、いなくなってる、いなくなってる。仲良く飯食ってくるし、いや、ありがとうございます。おめでとうございますという。もうパンツを、いつも通りのパンツを。そうですね、消耗品ですからね、パンツはね。このパンツはね、まあ、大体パンツってね、いらなくないんで、うん、そうですね。で、これはあの木村拓哉さんが明石家さんまさんに買ってるパンツです。あ、またここでも拓哉さん出てくると。あの千原ジュニアさんのパンツではない。赤ではない。じゃあちょっと開けますね。まあ開けてもパンツやから、ね、前もパンツいただきましたもんね。パンツと靴下はいくらあっても足りないってことね、もうこれ。あ、いいですね、これですもん。まあ、グッドパンツ、グッドパンツ、グッドパンツ。黒は誰でも、うん、しかもいいお値段しますね、このパンツ。グッドパンツ、グッドパンツ、ね、それ剥がしてほしいよ。ほんとだ、お店の人が剥がしてほしい。プレゼントって言ったんでしょ。言ったのにもう値段が、こんな値札もさ、そんな良くないよね。なってないね。愛せた、愛せた、一流、一流じゃないか、一流高級デパートがさ。これはちょっとミステイクです、ミステイクです。アルバイトだったのかな。ありがとうございます。いやいや、おめでとうございます。ね、2人ともありがとうございます。そして皆さんもね、ありがとうございます。そうですね、半世紀生きてきましたから。そうですね、まだですけど。そうね、厳密にはね、もうちょいでね、はい、そうだ、来週なんですけども。いやー、でも何も変わんねえけどな。だいたいもう30ぐらい超えてくると、うん、何もマジで。そうですね、精神年齢もあんま上がっていかないし、あのところどころ体の衰えは感じますけど。そうね、機能的なね。そう、機能的な、うん、走る力が遅いとか、そういうね、思ったよりも進んでねえとかね、すぐ疲れるとか、そういう、うん、そう。でもなんか別に、あとは別にそんなにね、うん、芝居がどんどん上手くなってるぐらいしかないじゃないですか。経験値もね、重ねる武器が増えてってますから。武器がね、かたくなにはならないね。そうね、柔らかい頭でね、これ。そうですよ、そうですね、もう俺はこうだからじゃないですよね。これしかやらねえから。やたら人の芝居について語り始めたりとか。そんなことしない、しない。俺がもう厄介な先輩っていうのは、あのそういうイメージです。酔っ払って芝居について語ることなんかしないですから。各々勝手にやってくれってのが俺の中でいい先輩です。語ってもいいけど、あんま怒んないでほしい。すごい怒る。すぐ否定する人いるじゃない。認めようぜ。そう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 、許容なのよ。美しさ許容から全部。あなたが同じだったらおかしいでしょ。そうそうそう、現場が回りますかって。あなたはそんなに上手なんですか。誰よ、よくない、よくない。これはね、よくないよ、マジで。例としてね、例として、例としてですよ。本当に誰かいるってわけじゃない。じゃあ例として出してるっていうわけね。人の振り見て、我が振り直せっつってね。半分教師でございますよ、はい、あと1週間ぐらいだけ40代を楽しみたいと思います。そうですね、はい、変わりますから桁が。はい、というわけで、あのメールも行きましょうかね。はい、そうですね。メールテーマはおめでたいことでございますが、それとも一回ガッチ行く ?CM 行く?いや、まだ大丈夫でしょ。じゃあ、とりあえず見に行きましょうか。はい、はい、本人こちらですね。プリティ王子さん、はい、トニーさん、50歳お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私は本日定時で帰りました、うん、ハッピーで間違いなしです。おめでとうございます。なるほど、定時で帰れることが幸せだと思う、うん、でも俺たちの場合、定時ってないからな。そうなんですよね。逆にキープ時間全部使われるより早く終わった方がいいもんね。そうそう、巻きの方がね、あるある、巻き目の方がね、巻き目の方が嬉しいもんね。押すとちょっと、あ、次の気分間に合うかな、間に合うかなって、まさに今日の私じゃないですか。そうそう、全然間に合いましたね。はい、じゃあ続いて、はい、丸七さんですね。ありがとうございます。あ、自分で読んだ。鳥海さん、お誕生日おめでとうございます。私のめでたいことは花粉症シーズンが明けたことです、うんうんうん、ようやくすがすがしい、あ、じゃあ清々しい気分で
ホンダだ。ケイスケじゃん。ケイスケ。よきよしい気分で春を楽しめるようになりました。なるほど、ね。はい、もう春も終わっちゃいますからね。そうですよ。忘れてましたね、清きよし。清きよし。入りましたね、清きよし。もうすごいですよ。花粉症なんかも本当、中村もそうでしたけどね、大変ですよね、花粉症。私もですよ。そうだ、ヒノキ、ヒノキで、ヒノキまであるからね。私脳花粉なんだ。俺も脳花粉なんだよ。いや、気づいてないだけですよ。いやいやいや、そうなの。ちゃんと俺、人間ドックで調べました。気づいてないだ、脳アレルギーでした。いなくなって初めて気づくんです。好きだ、親、親好きだってこと、好きだってことに花粉が。お父さんとお母さんの話じゃなくて杉花粉の話をしてる今あれ、あいつ誰かと付き合い出したらって。シャクシャク。それで思い出すの。今日もこんな季節がやってきたか、今年もなんで。それも木村君なのよ。違う。それも木村君なんですか。カトゥーンを花粉って書くんじゃないよ。それ私たまにツイッターのネタでやってたんです。拾われて、ちゃんと拾われて。かっこいいんですよ。杉とか S スラッシュ G とか。確かに。もうその手のこともうやってんのよ。ジャガーでやってんのよ。豚草とかさ、あ、全部大文字でさ、真ん中にハイフ入れると超かっこよくなる。爆竹じゃん。爆竹なのよ。爆竹かっこいいんだよ。かっこいいのよじゃないのよ。はい、じゃあもう一個いきましょう。はい、こちら、レミさんお誕生日おめでとうございます。これからもかっこよく可愛らしく笑い、可愛らしい笑い声たくさん聞くと嬉しいです。お、可愛らしい。私おめでとうは、最近嫌いなものが食べられるようになったおめでとうです。しかも何とも言えない。今まで生姜が食べられなかったんですが、だんだんとお寿司のガリが食べられるようになって、某岩下の新生姜も食べられるようになりました。皆さん突然食べられるなっておめでとうなものありますか。いやあ、でもな、大人になっ、突然っていうよりは大人になって、でもあなたはパクチー、パクチークリアしちゃったんで、パクチーはなんで結局クリアしたの。カレーですね。カレーにやっぱ入ってる、カレーにパラリと払っ、なってのを一緒に食べたら、これいけるな、このくらいだったら美味しいじゃんってなったら、一回いけるってなったらもう全部いけますね。だから逆にカレーに入ってなくて単体でもいけるってことでしょ。そうですね、単体でもいける、もさもさ食えるってことでしょ。まあ、我々あんまいらないけど、まあ、いけます。俺とトニーさんパクチーサラダいけちゃうんですよ。パクチーのみでいいね。パクチーとごま油レモン塩ぐらいのやつ、全然いけちゃう。まあ、いける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 。懐かしい。キーザクラーカッパッパー。子供にはちょっと刺激の強い、刺激の強い、完全におっぱいがっていう、背中に凍らしょった女子、あれはカッパショ、カッパさんのおっぱいがお母さんみたいなね。ルンパッパです、ね、あとトンピリピ飲んじゃったってなんだろう。ちょっといい気持ちだな。飲める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 よ、本当にね。いけるいけるいける。わお。全部やってる。最終的にはね、もうこれもおっさんの悪ノリがすぐ終わんないっていうね。ずっとやっちゃう。しかもネタが大体昭和っていう。